ごくオンにして、撮れてる。はい、皆さんこんにちは、タイピョンです。僕が住んでる岐阜は毎日毎日37度とか38度とか、自分の体温より暑い日が続いて、子供たちに気軽に外に遊びに行ってこいとも言えないような気温の毎日かと思ったら、台風みたいな大雨が降ったりして、すごいめんどくさい天気なんですけど、みんなのところはどうでしょうか。ほんと暑いんで、みんなも体調気をつけてください。前回直せなかったタンクを交換して、外装はまだカッコ仮って感じなんですけど、峠でこけまくって原型とどめてないゾンビバイクって感じがして結構好きなんですよね。最近こういった感じのバイク全く見なくなったんですけど、どこ行ったんですかね。それでやっと時間が作れて動画を撮りたい、早くみんなに見せたいって乗ろうとした時に限ってエンジンかからなくなってしまって、まあ原因はなんとなく分かってて、カップラーの接触不良なんですよね。エンジンかからない理由はこれですね。今キーオンにしてもサーボモーター動かないんですけど、多分これで、ここが原因だったんですけど、また今組み直しても結局同じ理由でエンジン不動になっちゃうんで、一旦ハーネス全部外して接点回復スプレーとか拭いてちょっとやり直したいと思います。直してすぐ乗り出したいっていう気持ちもあったんですけど、せっかくなので燃料コックもメンテすることにしました。Amazon で買ったパチモンのフューエルコック、これは問題なく使えているんですけど、あのね、ガソリンタンクの取り付けに30分ぐらいかかったんですよ。形見てみたら全く同じなんですけど、このフューエルライン、燃料ラインっていうのが、純正はこう向きに対してこうなんですよ。オンオフリザーブ切り替えるんですけど、そのまま横に燃料が流れるようになってるんですけど、 Amazon の中華の方はこうなってるんですよね。なんで別にこれでも構わないんですけど、こうなることによってこの先っちょがね、エアクリーナーボックスに当たって干渉してしまって、なかなかガソリンタンクが入らないっていうことがあったんですよね。
純正の燃料コックは取り付けたらやっぱりこの表面からにじんできて、ここのパッキンがやっぱりダメみたいなんですよね。NSR って作り悪いなーって思ったんですけど、よくよく見てみたら、このガソリンコック自体のこの口の向きが全然違うんで、できればね、こっちを使っていきたいと思うんで、今回はこれオーバーホールできるかどうかわかんないんですけど、一旦バラしてどういう仕組みなのか見てみたいと思います。早速バラしていくんですけど、中華のものはここプラスネジでできてるんで、ネジ緩めることができるんですけど、かしめてあるんですよね。なんでここはちょっと使い物にならないんですけど、とりあえずドリルで揉んでこれを外してみたいと思います。取れた。はい、分解できたぞ。ワッシャーみたいなのが2枚入ってて、シールが傷んでるね。このチャイナコピーが全く同じ作りだったら、これを移植すれば純正コックが使えるってことやね。はい、中華もガスケットが1枚、中華はガスケットが1枚だ。で、オーリングが入ってて、で、これどうだろう、使えそうな気はするな。これと同じように穴開けていきます。こんな感じで万力で挟んで、なるべくまっすぐに穴を開けてきたんで、3ミリのタップを立てていきます。おっしゃ、きちんと閉まるね。じゃあちょっと汚いんで、これ灯油で清掃します。なんだこれ、灯油でも全然落ちん。なんだろうね。ブラストして中の砂、メディアを全部完全に除去してきたんで、コピー品からガスケットですね、これを移植して使いたいと思います。だってさ、柔らかいもん、これもうパッキパキで、すごいえぐれてるもんね。入った。それで、ここにもね、オーリングついてるんですけど、これはなんかね、形が全然違うんですよね。で、古い方できれば使いたいんですけど、オーリングの幅も違うし、形もなんか違うんで、ちょっと中華のこっちを使います。形全く大きさともに一緒なんで、多分いけるはず。はい、こんな感じでできたんですけど、ここのプラスネジを締めすぎると、こんな感じで締めすぎるとコックが回らんくなるんで、ちょい気持ち緩めでコック動くようになるんで、後でネジロック剤を塗って最後仕上げる必要があると思うんですけど、とりあえずこれでガソリンが漏れがないかどうかチェックしていきたい。はい、じゃあガソリン入れます。さあどうだ。
もう2リットル入れますわ。これで合計6リットルぐらいに入るから、なんかあったら絶対ガソリンコックから漏れてくるはず。はい、合計で6リッター入れた。6リッター入れた。合計で6リッター入れたよ。漏れはないね。ないね。続いて動作チェックしようか。今ここオフなんで、オンにしたら、はい、出た。出た。出た時も他のところから漏れはないね。はい、コックオフにして、続いてリザーブ。はい。リザーブも OK。じゃあコックオフ。これで一応漏れてないんですけど、念のため1時間ぐらい。今垂れてるんで、拭いて、ちょっと1時間後にもう一回見てみますわ。おはようございます。やっと、あの後寝落ちしてしまったんだが、完全に漏れてないですね。オッケー。